2019年3月2日お台場です。正面に見えるのは、ヒルトンのホテルと、グランド日光、まあ、この辺りは昔から日光系のホテルということで、このお台場には、ずっと昔からホテルがあります。眺めがいい場所なので、今でも夜人気のホテルとなっています。まあ、手前が、お台場等もお台場じゃないや、フジテレビ等もありますので、非常にここは人が多く週末は賑わっています。Thank you.